ニコン Z8。 すごいぞ、これぞニコン流。こんにちは、天野ゆうきです。いつも動画をご覧くださりありがとうございます。今回はニコンの最新カメラ Z8 が2023年の5月26日今週末に発売されるので、ニコンプラザ東京に昨日行ってまいりまして、撮影をしてまいりましたので、そのデータをもとにこの Z8 の魅力を皆さんにお伝えしていきたいと思います。このチャンネルが初めてという方、このチャンネルはカメラの情報をパワーポイントやキーノートで説明しているチャンネルです。チャンネル登録がまだっていう方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。パワーショット V10 最近出ました。その情報とか R6 Mark II の情報とかいろいろ出しておりますので、ぜひ今後ともご覧いただければと思います。目次です。1番目、これぞニコン流の描写ということで、積層型センサー4571万画素の話、 8K30p10bit の動画の話。2番目、これぞニコン流のボディということで、ファインダーやモニターやグリップの話。3番目、これぞニコン流のこだわりということで、カードスロットや電池電源の話、お話をしていきたいと思っております。ニコンといえばね、高品質で堅牢性があって、このブラックのボディの高級感がある、それがニコンのイメージとしてずっと定着してますね。でそこにですね、今回高画素機っていう内容と、高性能の電子シャッターの内容と、優れた AF 性能とトラッキング、この3つがですね加わったのが Z8 になるんですね。では最初に、これぞニコン流の描写をお話します。高品質で高級な積層型の CMOS センサーを搭載して、なおかつ映像エンジンは XPEED7 最新型の映像エンジンになって、4571万画素を実現している。これはフラッグシップの Z9 と全く同じシステムになってます。ニコンのカタログから抜粋した内容を見てもね、この山の美しさ、そしてインドの方たちだと思いますが、この結婚式のね、発色のですね美しさ、これはねやはり4571万画素ならではの美しさなんですよね。 Z9 から降りてきた Z8 は高画素化と描写のこだわり、これ意味があってですね、価格にもこだわりがあるんですよ。例えばソニーの α1 っていうのは5010万画素で約72万円するんですね。 α7R5 は6100万画素で約45万円なんですね。キャノンの R5 は4500万画素で約47万円ですが、来年の春に R5 Mark II が登場すると言われていて、これがですね6000万画素ぐらいになるだろう、しかも50万円台になるだろうと言われているんですね。ここで注目するべきことは、ソニーもキャノンも縦グリップがないっていう、今回 Z8 はこの縦グリップをなくして高画素の4571万画素にするっていうのは意味がある。しかもその値段がですね、量販店価格で53万9550円というふうに今発表されておりますので、まさにソニーやキャノンを完全に意識した商品作りになっているっていうことなんですね。次のニコン流の描写なんですけれども、美肌効果を投入してきたっていうことです。肌荒れとかね、小じわを薄くするだけども自然で滑らかな描写にする、であくまでもね肌だけ対応っていうことで、あのまつげとか髪の毛とか唇とかいうのは変わらないと。で3人まで対応することができるという、しかも HIFU 記録、これねアップルの iPhone でおなじみですけれども、 HIFU っていうのは色の階調がとっても豊かなんですよね。 10bit で保存できて、なのでこういう美肌効果の内容をね、グラデーションとかもそうです、
すごく綺麗に保存をかけるっていう意味でこの HEIF 記録を今回は採用したっていうことです。続いては優れた AF 性能の1番です。今この写真ですね、夕暮れに飛んでいる飛行機、今回ニコンは飛行機をオートフォーカスしてトラッキングすることができる技術を採用しました。しかも軍用機も OK っていう風になってるんですね。軍用機っていうのはもともと暗めの飛行機だし、高速で飛ぶわけですよね。それをオートフォーカスしてトラッキングする、この技術ですね。そして夕暮れや夜でも検出が可能です。続いてね、優れた AF 性能の2番目ですが、この顔がですね小さく映っていると、それを AF で追いかけていくっていうことにおいてですね、顔は横サイズの 3% で検出が始まるんですね。しかもですね、被写界深度が浅いですね F1.2 のレンズなんかでも瞳にピントがねしっかり合う、こういう技術を投入しておりますね。続いては高速連続撮影なんですけれども、こんな鳥がこう飛んでいくシーンを連写するっていう、約10から20コマ1秒間に、ね、連写が可能なんですね。そしてハイスピードフレームキャプチャーといって JPEG で画質は落ちるんですけれども、30コマ、60コマ、120コマで撮影することも可能なんですね。突然鳥がねパーッと飛んでいった、あ、連写間に合わなかった、安心してください、撮れてますよ。1秒前に遡るプリ記録が可能になったんですね。この機能はね、鳥を撮るとか動物を撮るっていう方たちにとっては大変助かる機能だと思いますね。そして動画を撮る方たちにとってはとっても朗報なのが、この動画ロー撮影が可能になって 10bit のプロレズ、これが利用できるようになったんですよね。ただ Z9 と比べて 8K30p は90分までしか撮れないっていうのと、 4K60p は125分までという時間制限がちょっと出ました。これはねやっぱり小型化にしてしまったためのまあ反動だと思いますし、このバッテリーね、これが少し小さいので、やはり動画を撮影するにあいて不安な面があるわけですね。その不安をね払拭するために今回投入されたのが給電用の USB-C なんです。通信用の USB-C、 いろいろなカメラに投入されてますけれども、この Z8 はですね給電用というのがあって、この2つの USB があるわけです。例えば星空の動きを撮るとかね、それから雲の動きを撮るという、こういうタイムラプスなんかでずっと電源が必要な場合でも活躍すると思いますね。それでは2番目の目次、これぞニコン流のボディについてお話をいたします。昔からニコンっていうのは高級感があって防塵防滴で大変優れたね堅牢性があると、これはもう謳い文句のようにあったんですが、今回もマグネシウム合金と新素材を使って作られているので、実に高級感のあるカメラです。しかも高級機の象徴である四つ葉のボタンがこの左側に配置されていて、ここでモード切り替えとかコマンドいろいろとできるようになっております。 Z9 の時にですねメカシャッターレスにするっていうことでカメラ業界がびっくりしたんですね。機械的な物理シャッターがない、今回の Z8 においても同じメカシャッターレスにした、で電子シャッターのみにしたっていう、これはねやっぱりローリングシャッター歪みが大幅に軽減する自信があったんですよね。で何よりもメカシャッターの欠点っていうのは、この撮る時にビブレがするわけですね、カチャッカチャッてやるたびにですね、そのビブレが軽減されてないということ、それから無音の撮影が可能になったっていうことですよね。例えば鳥を撮るとかね、それからプロゴルファーのスイングをするときに瞬間的に撮るっていうときに音が鳴ったら全部台無しなんです。それが無音で撮影できるっていうのはすごいですよ。そうですね、次の映像はファインダーですね。
ファインダーはね、もうニコンのファインダーってすごくいいんですよ。で、この369万ドットで、今回ね、リアルライブビューファインダーの 120fps っていうフレームレートで見ることができるファインダーなんですが、例えば一眼レフだと写真を撮るたんびにミラーがアップする、その時にブラックアウトって言って一旦暗くなるんですよね。ファインダーの中で映像が続いてるんですね。で、それから今この音がちょっと聞こえましたけど、もう一度ねシャッター音ちょっと聞いてもらいます。少しこう肌の調子が、もう音とかの嫌なこと。次の音は連続撮影です。音に関してはポートレート撮影などをする写真家の方にはちょっと不満が出ておりますね。ニコン流のボディの最後の話はこの重量ですね。本体が 901g、 そしてグリップがとっても持ちやすいです。なのでこのグリップが手に馴染むために 910g のこの重さとレンズの重さ足してもですね、結構バランスが良くて持ちやすかったです。そんなに重さを感じなかったですね。では最後の項目、ニコン流のこだわりですね。今回四軸チルト式モニターを採用しました。 Z9 と同じですね。で、この四軸チルト式モニターっていうのは結構ニコンファンの人は大変重宝してると言って皆さん喜んでいるので、採用してくれてよかったという方が多いです。ただね、自撮りをするっていう方がもしいるとしたら、それは四軸チルト式モニターだと非常に難しいので、そこは自撮りをする人にとってはマイナス点なんですね。それからメモリーカードですが、ダブルスロットタイプ、これはプロキーだったら当たり前なんですけれども、そこで Z9 の場合は CF エクスプレスがですね、けれども2枚入ってたんですけれども、今回は SD カード1枚になりましたね。この SD カードになんでしちゃったんだろうっていう方も中にはおられるみたいですが、より多くの人たちに使ってもらいたいという意図から言うと SD カードの方が良かったのではないかと私は思います。最後の画像はですね、このニコンプラザ東京の社員さんで粋な計らいでですね、特別装着してもらったのが2つのレンズですね。 28-75mmF2.8 のレンズが左側で、 24-120mm の F4S のレンズが右側なんですけれども、これをわざわざ装着してくれました。それで撮影しました。かっこいいですよね。とにかくかっこいい。で、今回の Z8 ってどんな人たちがターゲット層になるのかっていうのをちょっと考えてみました。ビデオグラファーやフォトグラファーはもちろんなんですけれども、1番目としてね、ニコン D850 などのね、そこから乗り換えてほしいという気持ち、2番目はね、ソニーなど他社のミラーレスに移ってしまったユーザーを再びこう帰ってもらいたいっていう思い、3つ目はですね、まあ、いろんな今までのレンズ資産をね、ぜひ有効活用してほしいということ、4番目は高画素にこだわってほしい、そういうユーザー対象ですね。それから5番目は Z9 が大きすぎるんだよねっていう方、それを求めている方、こういう方がターゲット層ではないのかと思います。それでは最後の写真なんですけれども、ニコンの Z8 とキャノンの R6 Mark II を並べて撮影してみました。 R6 Mark II より Z8 の方がほんの一回り大きな形状でした。 Mark II と比べればね、価格も上ですから、高級感もやっぱりちょっと上でしたね。以上、今回の動画はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、コメントなどお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。ハッピー!